アパッチアクティベムックはアパッチライセンス2.0による Java メッセージサービスを実装したメッセージ関連のオープンソースのミドルウェアである。クラスタリングや複数のメッセージ保存スペース、仮想マシン、キャッシュ、ジャーナリングに加え任意のデータベースを JMSA 属性プロバイダとして利用できることなどといった企業向け機能を用いることができる。Java の他にも ネットや CE 言語、または C、もしくは Delphi や p e r l Python、PHP、PH RB などのスクリプト言語を様々なクロスランゲージクライアンツを通じ多くのプロトコルやプラットフォームと接続しながら使うことができる。これらはいくつかの標準ワイヤープロトコルとアパッチ独自のオッパンワイヤーと呼ばれるプロトコルを含んでいる。アクティベムックはエンタープライズサービスバスの実装において 用いいられているまた、ソアインフラプロジェクトにおいては、アパッシュ CXF もまたよく用いられている。アクティベムックに対する企業向けサポートは、イオナテクノロジーズなど別のベンダーから受けることができる。テストを受け、認証されサポートされているアクティベムックの企業向けバージョンが、ヒューズメッセージブローカーと呼ばれて販売されている。アパッチアクティベムックフィーチャーズ。 ハットアパッチアクティベムックインデックス、ハットアパッチアクティベムック C インテグレーション、ハットアパッチアクティベムッククロスランゲージクライアンズ、ハットアパッチアクティベムッククロスランゲージクライアンズ、ハットアパッチアクティベムックコネクティビティ。ありがとうございます。